このイントロめちゃくちゃライブ行きたくなりません？これ見たら会長ハロー YouTube プロリスナーの宮本敦史です。さあ今日も皆さんリアクション動画撮っていこうと思います。今日はなんと待ちに待ったキングヌーの飛行艇はい、ということで彼らの曲をついにリアクションしていこうと思います。まあ彼らはね、台風の目のような形で一気に日本中に広がった。しかもあんなバンドサウンド、あんなに尖っててオルタネイティブな感じ、前衛的な感じで、あれがね日本のシーンの真ん中になってるっていうのはマジで信じられなくて、マジで最高やなと1リスナー、そしてバンドマンとして思ってます。そんな彼らの楽曲飛行艇を聴いていこうと思います。ほなレッツゴー3、2、1 GO!このイントロいや最高のイントロきましたね。でもこれドンドンってやってバストロは意外とねローが そこまで詰まってないんでバンドサウンドだぞっていうのをね印象を受けてくれてます。でこのねめちゃくちゃ歪んでるギターも意外と前の周りのね音が少ないんですっきり聞こえるんですよ、ね、かっこいいよね。なんかこう正義のヒーロー誕生っていう感じのメロディーなんですよね。音自体はねめちゃくちゃ音楽的。ベースの音もやばい。Yeah. いやーなんかこう歌詞が特徴的ですよね。なんかあんまり遠回しじゃないというかかっこいい言葉使わない愚直な感じね。この感じがキングヌーのこの世界観とか哲学を伝えてくれてるんですね。台風の目となって、このサビね、なんかこう心が煽られるサウンドとメロディーですよね。こうガチャガチャっとしてるというかドキドキ感、本来バンドの持つ一番のいいところというか、うわっ、スリルというかドキドキ感がたっぷり入ってるんですよ。いやかっけー。歌詞は愚直で武骨な感じなんですけど、こうサウンドでねこだわりとか世界観をねこう演出して僕らに届けてくれるバンドっていうのはなかなか現代ではいないんじゃないですか。このポン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 っていうのがめっちゃいいですね。やっぱりね低音成分がこう少なめなんですよね。今クラブとかで流行ってる EDM とかバチバチもっとロー固めて出してるんですけど、迫力はあるんですけど硬いローとかねめちゃくちゃのローがガンガン出てないことによって結構バンドサウンドがねこうなんていうかどんどんでガチャガチャするでドキドキ感が増してくるんですよ。かっこいい。これなんていうかかっこいい。この辺のやっぱりコードとかもめちゃくちゃこう J-POP っぽくないコードですよね。これなんていうか絶妙なバランスなんですよね。このアンバランスなんですよ。聴いてるときはね、アンバランスなんですけど絶妙なバランス。
これ以上音を足してもこれ以上音を弾いたとしてもキングヌーじゃないよっていう感じ、このオリジナリティ感がねやばい。MV の自体の世界観はなんか不思議な感じさ、マント、まあ、さ一番初めてヒーロー誕生みたいな感じがちょっとね、なんか演出されてるのかな。個人的にはあのこういうちょっと分かりにくいというか哲学が盛り込まれてるやろうなとかほんまに伝えたいことがちょっと隠されてるような MV がすごい好きですね。藤井風さんの MV もそうだと思うんですけどね、そのかっこいいそのメガホンライブでも使えますよ。この歌詞、命揺らせっていうね、この歌詞の感じとこのリズムとかグルーヴがめっちゃマッチしてくるんですよ、後半にかけて。すごい熱い気持ちに。衝撃、この衝撃が押し寄せますね。めちゃくちゃライブ行きたくなりません？これ見たら。なんといってもこのね、井口さんの声、真ん中にドーンと美しい、ね、線が入るんですよ。はい、ということで見ていきました、キングヌーの飛行艇。いやーかっこいいですね、この飛び乗ってね、ヒーロー参上というかこの初期衝動じゃないんですけど綺麗すぎない、本当の音楽のスリルとかドキドキ感、バンドのドキドキ感もね、なんかこうダイレクトにね僕のハートにね突き抜けてくるような楽曲ですね。やっぱりかっこいい、映像もねやっぱりこのなんか分かりやすすぎないというかね、ちょっとこう哲学が隠されてるような、こっちのこの解釈に任せてくれるような感じが個人的には好みですね。藤井風さんのなんなん草とかね、もうええわでもちょっとね哲学的な内容とかね、この曲で本当に伝えたいことを歌詞以外の意味っていうのを映像にちょっと盛り込んでるっていうのがね、ミュージックビデオのちょっといいところかなって僕は個人的に思ってるので、まあ、キングヌーのこのミュージックビデオでもねそういうのをすごく感じましたね。なんかこのヒーローの感じというか、あの時のドキドキ感、こう出会った瞬間というか、ふわっていうこの感情はね、なんか見事に表現されてるなと。でやっぱりアンバランスな気がするんですよね、聞いた瞬間はね、ガチャガチャっとしてるああいうノイジーなギターとかが聞こえてくるんでバランスが悪いようにちょっと聞こえるんですけど、やっぱり絶妙なバランスでね全てが成り立ってて、何を弾いてもダメで何を足してもダメっていう、なんかすごいね音楽的なバランスが絶妙に完璧なんですね。そこに井口さんのこの一線、白い線のようなこのねメロディ、美しい声の質が入ってることによって一般化してるというか、すごくポップに落とし込まれてる気がしてて、すげえかっこいいなと、すげえかっこいいバンドがこう出てきたなと思って、このバンドが日本でこの真ん中で下がってるっていうのはめちゃくちゃ個人的にも嬉しいし、もちろんバンドマンとしてもね、自分たちもああいう風に日本の真ん中でこういう音楽鳴らしてなって思いましたね。いやーかっこいいなー。いやーぜひキングヌーはね、引き続き他の動画も見ていけたら見ていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、このチャンネルではこういう風に MV をこう僕目線で、バンドも目線で解説したりとか、いろんな音楽の企画にこれからも挑戦していく予定ですので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画を見てくれてどうもありがとう。いいねとコメント忘れなく。Be my family チャンネル登録、通知の許可もお忘れなく。バイバイ。